平野翔の低音低音誕生日は、ベニュー百1 0 1での新低音に行く大え理も驚愕。マイクナンバーアンダーライン愛の魅力を徹底解剖。平野翔、美人ママ神宮寺雄太、お堂ど,ど子どもガン雄太。泣き笑いファンが語るナンバーアンダーライン愛メンバーの家族構成が面白すぎる。日本の音楽シーンにおいて、新たな光を放つ存在として注目されているのがナンバーアンダーライン愛です。 グループのメンバーである平野翔、紫耀、神宮寺優太は、それぞれが個性的なキャラクターを持ちながらも、絶妙なバランスで音楽活動を展開しています。彼らは、音楽だけでなく、そのキャラクターやパフォーマンスのギャップによっても、多くのファンを魅了しています。最近、彼らが出演した NHK の音楽番組、ベニュー百1 0 1でのエピソードが話題となりました。この番組で、彼らの新曲、 INZM に焦点が当てられ、そのラップ部分について特に注目されました。ガン・ユータは、インタビューで、3人のキャラクターの個性が、この曲に大きく影響していると語り、彼らが曲を制作する過程でお互いにディレクションをし合う様子を明かしました。彼らのクリエイティブなプロセスは、単なる音楽制作の域を超えて、まるで一つの作品を共同で作り上げる芸術家のようです。特に興味深かったのは、 彼らがそれぞれのラップスタイルに対してつけたキャッチフレーズです。神宮寺雄太は平野翔のラップを低音低音と称しました。この表現は平野の特徴的な低音ボイスを見事に表しており、その声の質感について神宮寺はかっこよく、ざらっとした質感がとても心地よいと絶賛しています。平野自身もこの称号に対して嬉しいと笑顔を見せ、 デビュー前から低音の練習を続けてきたことを明かしました。平野がその場で披露した低音は、番組の MC である生田絵里を驚かせ、人間ってあんな低い声が出るんですね、とコメントさせるほどのものでした。この瞬間は、彼のファンだけでなく、視聴者全体に彼の才能と努力を強く印象づけました。平野の低音は、彼の持つ魅力の一部であり、その一方で彼のパフォーマンスの幅広さを感じさせる要素でもあります。 彼らの音楽やパフォーマンスが多くのファンを魅了する理由の一つは、そのギャップにあります。ステージ上では、力強くて圧倒的な存在感を放つ彼らですが、オフの姿はどこか親しみやすく、時に可愛らしさを感じさせます。このギャップが、ファンにとってはたまらない魅力となっているのです。例えば、平野翔が、ベニュー101で見せた眠そうな顔や突然の険しい表情など、 様々な表情を見せる姿は、彼の人間らしさを感じさせ、より一層彼に引きつけられる要因となっています。また、彼らのファンは SNS 上で独自の視点から彼らを楽しんでいます。平野を、劇官パパ神宮寺を、美人ママと呼び、騎士を、おどおどしすぎな子供とするファンの投稿は、その独創的な視点と愛情の深さを感じさせます。このようなファンコミュニティの存在が、 彼らの人気をさらに後押ししているのです。彼らのパフォーマンスとオフの姿のギャップが、ファンにとっては特別な存在感を持ち、そのギャップを楽しむことが、ファン活動の一環となっています。INZM のような楽曲では、彼らの持つ唯一無二の波王感が最大限に発揮されます。この楽曲は、彼らがただのアイドルではなく、アーティストとしての一面を持っていることを証明しています。 そのパフォーマンスには、彼らの真剣さと情熱が込められており、見るものを圧倒します。彼らの楽曲やパフォーマンスを通じて感じられるのは、彼らがただのエンターテイナーではなく、深い芸術性と創造性を持つアーティストであるということです。しかし、彼らの成功の裏には、長い道のりと多くの努力が隠されています。デビュー前からの練習や試行錯誤、そしてファンとのコミュニケーションを大切にしながら、 自分たたちのスタイルを確立ししてきました特に、平野の低音ボイスに関しては、彼の独自のトレーニング方法や声の使い方に対する深い理解が必要でした。彼の努力の結晶が、今の、低音低音という称号につながっているのです。岸優太もまた、独自のキャラクターとスタイルを持っており、その個性はグループの中で重要な役割を果たしています。彼の真面目で誠実な性格は、 ファンだけでなく、共演者やスタッフからも高く評価されています。騎士のラップスタイルは、彼の内面の強さと優しさを反映しており、他のメンバーとはまた違った魅力を持っています。彼が、INZM の制作過程で見せたリーダーシップや、他のメンバーとの調和を図る姿勢は、グループ全体のクオリティを高める要因となっています。神宮寺歌も、また異なるアプローチでグループに貢献しています。 彼の美人ママとしてのキャラクターは、ファンの間で愛されているだけでなく、彼の美しさと洗練されたパフォーマンスが多くの人を惹きつけています。神宮寺のラップは、彼の鋭い感性と表現力が光るものであり、平野や騎士と共にグループのサウンドに深みを与えています。彼が INZM で見せたパフォーマンスは、彼の持つ繊細さと力強さを融合させたものであり、観客を魅了しました。 彼ら3人が一緒に作り出す音楽とパフォーマンスは、それぞれの個性が混ざり合い、全体としての調和を生み出しています。その結果、ナンバーアンダーライン愛は、単なる音楽グループを超えた存在として、日本の音楽シーンで確固たる地位を築いています。彼らの魅力は、単に楽曲の完成度やパフォーマンスのクオリティにとどまらず、その人間性やキャラクター、そしてファンとの強い絆にあります。 彼らがこれからどのような進化を遂げていくのか、ますます目が離せない存在です。ファンは、彼らの活動を通じて自分たちも一緒に成長していく感覚を楽しんでいます。彼らが新しい楽曲をリリースするたびに、ファンはその音楽を通じて新たな感動を得るだけでなく、彼ら自身の成長も感じることができるのです。その意味で、ナンバーアンダーライン愛は単なるアイドルではなく、ファンにとってのインスピレーションであり、 日常の中での光となっています。彼らの音楽やパフォーマンスを通じて、ファンは日々の生活に新たなエネルギーを得ることができ、それが彼らを支持する大きな理由となっています。これからも、彼らがどのように成長し、新しい音楽やパフォーマンスを生み出していくのか、その過程を見守り続けることは、ファンにとって最高の喜びとなるでしょう。ナンバーアンダーラインア I は、彼らの努力と才能。 そしてファンの支えによって、ますます輝きを増していくことでしょう。彼らの未来を想像すると、ファンとしての期待は膨らむばかりです。ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ才能や個性は、まだまだ計り知れない可能性を秘めており、これからの彼らの活躍に目を離せません。彼らは音楽の枠を超え、エンターテインメント業界全体において新たなスタンダードを打ち立てていく可能性を十分に持っています。今後、 彼らがどのような新しい楽曲やプロジェクトに取り組むのか、ファンは楽しみにしています。もしかすると、彼らは音楽以外の分野にも挑戦するかもしれません。俳優業やモデル業、さらには国際的な活動にまでその影響力を広げることも考えられます。彼らの才能と魅力は、日本国内に留まるものではなく、グローバルな舞台でも十分に通用するでしょう。また、 彼らがファンとの絆をさらに強め、コミュニティを拡大していくことも期待されます。SNS やライブイベント、ファンミーティングなどを通じて、彼らはファンと直接つながり、双方向のコミュニケーションを大切にしています。このような活動を続けることで、彼らの人気はさらに高まり、多くの人々に愛される存在となるでしょう。その一方で、彼らが成長を続ける中で直面するであろう課題も少なくありません。 音楽業界は急速に変化しており、新しい技術やトレンドに対応しなければならない場面が増えてくるでしょう。彼らがその変化にどのように対応し、自分たちのスタイルを進化させていくのかは、非常に興味深いポイントです。これまでに培ってきた経験や学びを生かしながら、新しい挑戦に果敢に取り組んでいく姿勢が求められるでしょう。さらに、彼らの個々のキャリアにも注目が集まります。 グループとしての活動だけでなく、ソロでの活動も含め、それぞれがどのように自分のキャリアを築いていくのかが注目されます。平野翔の低音ボイスを生かした新しいプロジェクトや、岸優太のリーダーシップを発揮する場面、そして神宮寺優太の繊細な表現力を活かした活動など、ファンはそれぞれのメンバーが個々にどのような道を歩んでいくのかを見守っています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーがこれからも挑戦し続け、 新たな境地を開拓していくことは間違いありません。彼らの音楽が、これからも多くの人々に勇気や希望、そして喜びを与える存在であり続けることを願っています。そして、彼らがファンと共に歩んでいくその道が、さらに輝かしいものとなるよう期待しています。未来への期待と共に、彼らのこれまでの歩みを振り返ると、その成長の軌跡がいかに感動的であったかがわかります。 デビューから現在に至るまで、彼らは常に進化を続け、ファンとの絆を深めながら、自分たちのスタイルを確立してきました。その努力と成果は、彼らが日本の音楽シーンで特別な存在として認識される理由の一つです。彼らの歩みは、音楽を愛するすべての人々にとって、大きなインスピレーションを与えてくれるものであり、その情熱と努力は、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。 ナンバーアンダーライン愛がこれからどのような未来を築いていくのか、その一瞬一瞬を見逃すことなく、私たちは彼らと共にその旅路を歩んでいきたいと思います。彼らの成長と共に、私たちファンもまた、新しい感動や発見を得ていくことでしょう。それこそが、彼らと共に過ごす時間の素晴らしさであり、ファンであることの喜びです。彼らが見せてくれる新たな一面や、挑戦し続ける姿勢は、 私たちにとっての希望の光であり、日常の中でのエネルギーとなっています。これからも、彼らの音楽と共に、私たちは新しい時代を迎え、さらに深い感動を共有していけることを信じています。ナンンバーアンダーアダライン愛の未来は、彼らの才能と努力、そして何よりもファンとの絆によって作り上げられていくことでしょう。彼らの音楽が、これからも心の中に響き渡り、 日々の生活に彩りを添えてくれることを願ってやみません。